僕らって集まった分の手数料のビジネスなので、人に集まらなかったらすげえな赤字になる。しかも上限1億で止まっちゃうわけですよ。1案件1億で止まっちゃう、ね、今までだったらすっごいお金持ちじゃないとなれなかったエンジェル、ちょっとした金額でエンジェルになれる。やっぱりネット上でもエンジェルとしエンジェルだったので、ブランディングにもなるね。昨年のエンジェル税制の申請者、うん、そのうちの3割がうちだったんですよ。今までエンジェル税制を盛り上げようと思ってたんだけど、全然使われなくてね、僕らね、これ作ってもらったのにこれみんな使ってくれよって思ってたんですけれど、毎日毎日の生活の中でずっと否定され続けるわけですよね本当のこの期間を乗り越えて実現してるって本当にすごいことだと思います。未だに言われると全然言われる、まだ言われますか、まだ全然言われます。最初にこうどんなサービスをされているのか、どんな会社なのかを教えていただいてもいいですか。はい、はい、我々がやっているのがですね、株式投資型クラウドファンディングと呼ばれるサービスをやってて、スタートアップとかが資金調達するときにベンチャーキャピタルとかエンジェル投資家とか回るんじゃなくて、インターネット上から個人の投資家を募っていくというようなファンディーノと呼ばれるサービスを運営しております。一般の人たちがスタートアップに株で投資をすることができるという、はいはい、こういうサービスなんですね。そうですね、今までエンジェル投資っていうものが日本だとほぼほぼいなかったと思うんですね。ハードルとして高かったのは3つあるんですけど、1個はそもそもスタートアップの人と個人で会うっていうのが、そういう機会が全然得られないよねっていうところと、あとは会ったとしてもそのスタートアップが大丈夫かっていうところの審査をするのも大変だよねっていうのと、あとは1回決まったらやっぱ1人で500万1000万とかポンと出せるような人じゃないとできなかったので、これが我々みたいな証券会社が入ると、我々が審査をして、でそれがネット上でこういう会社ですよっていうのが全部あって、でそれが数十万、10万円とかから投資ができるっていうところになると、基本的には僕らが意識しているのっていうのはどっちかというとその課題設定とか社会に対するペインがどんなものを持ってるかっていうのがスタートアップの、でそれを解決したいと、でそれがなぜこの会社だったらできるかみたいなところを基本は重視して見ていくので、あとは国の施策の中でも今エンジェル税制とかでスタートアップに投資すると所得税がこう節税されたりっていうところがあるので、そういったところもあってこう非常に立ち上がりとしてはいい形でできているかなと思いますね。株式型のクラウドファンディングって、この投資をしてもらう会社さん側からすると、株主がこういっぱいいろんな人が増えるっていうのはどういうことなんでしょうか。我々が作ろうとしている金融ってやっぱ新しい金融の世界なので、どちらかというと投資家とこう企業家がやっぱりフェアな状態、金融に詳しいのってそのベンチャーキャピタルとかの投資のプロの人たちなので、やっぱり企業家の人たちはよく分からずに投資を受け入れて契約とかも不利なケースとかあったりするので、そうではなくてこう企業家がこういうビジネスをしますと、こういう株価ですっていうようなところでどうですかっていうところをネット上で通って、そこで集まるっていうところは市場からはある程度じゃあそれで適正な状態なんだっていうようなところがあるので、それで決めていけばいい。で投資家の人たちも自らリソースを使って会社をこう支援していくと、会社が伸びていくのが一番ウィンウィンの関係になるので、投資家の人がこう起業家をチェックするだけじゃなくて、一緒にこう会社を大きくしていくっていうような意識をすることによって非常にこう伸びは良くなるかなと思っているので、具体的にその投資家の方も、はい、してもらう支援っていうのはどういうものがあるんですか。今最近プロフィール機能っていうのを新しく入れたんですけど、はい、投資家の人は自分こういうことできますっていうのを書ける機能を入れたんですね。マーケティングだとマーケティング自分得意ですとかっていうで、こういうのやってましたっていうのを書いておくと、投資を受けた会社さんから見れるようになるんですね、はい、で、ちょっとマーケティング困ったなと思った時に、あ、見せようとれませんか、そうすると、あ、ちょうどマーケティング得意してる。最近ほら副業もできるようになったので、ねそのね自分 の, そのエクスパタイズを自分 の, その投資先に使えるっていうのは最高ですね。だから投資家属性を持っている人たちだと逆にそういった SO とかでいうようなそういった支援をしてもらったりすることができたりします。
ですね。ストックオプションでやれば、ね、やっぱスタートアップの人たちはお金がカツカツで集めてるから、うん、これでお金払っちゃうとあれだけれどもストックオプションだったら、ね、いいですね。そもそもこのサービスをその作ろうと思われたきっかけというか起業されたきっかけっていうのはどういうところになるんですか？僕も元々 IT 系の会社やってたんですけど、はい、その時にいろんなこうベンチャーキャピタルさんとかもあったりしたんですけど、すごくクローズドな世界なのでこう個別で交渉しながらなんかこうやってる世界になんかちょっと不満を持ってた時に、ちょうどアメリカ、イギリスでそういったネット上で資金調達をしていくっていうのが出てきて、日本でなんでこれがないんだろうっていうところを思って、あとはまあそのネットワークを持ってるかどうかみたいなところでやっぱ資金調達ができるかどうかみたいな、やっぱり何がアンフェアかっていうと、やっぱりその既存のクローズドな中でのこう運とネットワークとじゃなくて、誰もが新しく挑戦したいとかビジネスがしたいってなった時にそれをネット上でこう通っていくようなものを作りたいなっていうようなところからやっていきましたかね。これ僕らその仕組みをこう入れてもらって時にですね、まあ、結構言われたのが一体これ誰が使うんだって散々言われて、で実際この、ね、法律が動き始めても誰も申請しないみたいな状態がちょっとあったんですよ。結構始めようと思った時にネガティブなこといっぱい言われませんでしたか？めちゃくちゃ言われましたね。始まるまではやっぱりこう誰もこんな仕組みで集めたい会社もないし、誰もこんな仕組みで投資したい人もいないしっていうのをこう言われ続けていたので、含み期間ありましたけど、あれを要するにこう乗り越えて普通みんなそこで、ね、断念しちゃうんですよ、あんな無理なのかみたいに断念しちゃう、そこを乗り越えてこうやるんだというふうな確信まで持てたのはなぜなんですか？いやなんでですかね、課題意識としてはやっぱりこう既存の金融の世界だけがやっぱりこうインターネットが発達してきたところでも変わらないままこう残り続けている部分があるので、こういったインターネットの中でそういう新しい金融の人たちっていうのが出てくるだろうなっていうところの世界は、まあそもそも絶対あるだろうなっていうところがもともとあったの でそれが、はい、徐々にこう出てきているのかなっていうのが思うところですかね。その大浦さんが目指す世界タイムラインでいくとどのぐらいによっしゃ最初に目指したものかみたいなところまでいける感覚を。そうですね、10年後とか長期でこう掲げているというか計画しているのは1億総起業家っていうものを掲げていて、本当に誰もがこう挑戦したいとかそういうのを思い立った時にこうそこの資金においてやっぱり資金はボトネックになることが多いので、そこをこのインターネットの技術を使って投資家に通っていって、もしかしたら株式投資型クラウドファンディングじゃないかもしれないというところは、僕らはそういう挑戦したいと思った時このインターネットの技術を使ってこうフェアな挑戦ができるっていうところがメインなので、都度こう時代に合わせながらやっていこうっていう感じですね。そのためにはやっぱりあれですよね、まずこのインターネットでそのエクイティを売れる、もっと自由に売れる世界、その売買ができる世界、ここをとにかく作っていきたいですね。そうですね。